はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけど、急遽動画撮ってて、なんでかっていうと、ツイッター見てたらリミットレギュレーション来たっていう声が聞こえてさ、もう慌てて今パソコン使ったわけよ。なんだったら俺今日芝刈り恐竜の動画を今出そうと思ってて準備してたんだけど、もう急遽取りやめてさ、で生放送しようかなと思ったんだけど、それもやめて、今からちょっとリミットレギュレーション見ていこうかなと思います。でよいしょ。さあ、予告、リミットレギュレーション適用と一部スキルの仕様変更についてってことなんですけど、まあエクシーズが来る前にね、ちょっと大幅に環境にテコ入れしようかな、するような感じなんかなとちょっと思いましたね。で、スキルがまあ変わるのと、あとカードが制限かかるのとって感じだね。リミットレギュレーションカードの方は10月14日、あもうすぐじゃんね、もうすぐじゃんね。これスキルも10、あ同じぐらいか、あ結構早いな、割とすぐに適用って感じですね。で、スキルの変更についてと、リスター、あリスターやっぱ行かれるか、すり替え、あまあ妥当やけど、えバンデットってそんな流行ったっけ。まあいっか、闇のゲーム、パズルの封印、池お邪魔ども悪夢の章、まあまあ妥当かなって。モス進化促進、閉ざす、あこの辺はまあなんかあのあれやね、あの強くする感じよね。リスタート、初期手札の配布後一度だけいける、初期手札引き直す、あーまあまあまあ普通やんね。次の通常ドローができない、ここもいつも通りやんね。このスキルは魔法トラップそれぞれ7枚以上入ってる時じゃないと適用されない。えもうそれバランスでよくね、バランスでいいよね。魔法トラップ7枚以上やったら、まあなんか30枚にしてなんか芝とか入れつつあれにすんのかな。でも20枚デッキにするんだったらなんかバランスの解雇感感がすごくするから怪しいな。なんかリスタートついに使わんくなる時代が来んのかなーっていう感じはするけど。すり替え、自分のライフが1500減った後に、はいはいはい、まあやっぱ1000ってね、小遣いで減らせれるからあれはやっぱ良くないわ。自分は手札を1枚デッキに戻してワンドローと。でこのスキルデュエル中一度だけになったんやね。へー、あそうなんだ、まあ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 残党いいと思う。 この辺は普通やね、期待してた通りって感じ。バンデット、ライフが1500以下の場合手札1枚戻して相手の魔法トラップ1枚奪う、このスキルはデュエル中に1回しか使えない。あーまあ手札1枚戻すっていうのはまあデッキによったら別にさ、それも嬉しかったりもするし、まあまあ何とも言えんな、何とも言えんけど、まあ別にバンデットそんな厳しくしなきゃいけないんかって言ったらそうでもないし、まあいいんじゃないですかね。闇のゲーム、お互いのプレイヤーはターン終了時にそれぞれ自分の墓地のカードの枚数かける100ライフ、いつも通りやな。最大400か、あ最大400結構でかい。芝とか打った時とかさ、援軍打った時とかさ、もう甚大なる被害受けてたよそれが400になるんでしょう。ああそれはまあかなりいいんちゃいます。シンクロとかエクシーズテーマとかやったら特にさ、あそっか、まあエクシーズ、あーまあでもエクシーズ墓地に行かないしな。まあでも闇のゲーム、バーン系結構運営がさ、ちょっとこう半分にしたりとか、バーンダメージちょっと嫌ってる節はあるから、まあそういう意味では最大400までって残党なんかなーって。でこのスキルはライフが1000以下のプレイヤーのターンには適用されない。あーじゃあ闇のゲームで死ぬことはないぜって感じか。でラバゴもバーンダメージ半分になってるから安心してほしいやでーって感じか。あなるほどね。あまああのバーンデッキが減るっていうのは俺は個人的にはいいと思います。そのなんか上級者同士の戦いやったらとかっていう、そこ目線で考えるんじゃなくて、やっぱりその始めたばっかりとかランク戦で頑張ってレジェンド上がりたいですとかって言ってる人目線で考えた時にさ、やっぱバーンとかそういうロック系のデッキって対処難しいからさ、でそういうデッキがはびこっちゃうとモチベとかにも関わるやろしで、まあ俺は結構個人的には賛成かなと思います。次パズルの封印、5ターン目以降でに変わったんやね。あーで池お邪魔どももう5ターン目以降、あこのまあ5ターン目以降っていう制約めっちゃいいと思うわ。まあスタブラのせいなんだけどな、聞いてるかスタブラ、お前のせいだぞこれは。悪夢の章、あ条件変わらずやね。で1枚手札に加えて、あ手札1枚デッキに戻すのか、はいはいはい。えでもこれちょっとデッキによると思うわ。例えばさ、ライロとかだったらライロの悪夢の章は俺結構これでも使えると思うんだよね、なんだかんだ言って。だって手札1枚増えてて回収するのが援軍かソライクかエネコンか
ドラゴン目覚めの戦慄になるんでしょ。別にそれ良くない。1枚戻ったとしてもその強いカードが手に入るんだったら、たまに手札に来てるさ邪魔なカードあるじゃん、それとか1枚戻してだったらな、まあありな気する。ただまあライロって結構使ってみたら分かるんだけど、手札レビオニアとか出すんだったらカツカツになるから、まあ確かにその1枚はあれかもしんないけど、思ったよりの弱体化はされてないなって感じするわ。モス進化促進、進化の眉を装備したプチモスのターンカウントが2倍で進む。めっちゃ進むやん、めっちゃ進む。デッキ外からカード加えることもできるのね。あ、なるほどなるほど。で、閉ざされた冥界の扉、自分フィールドに崩壊が存在するときに使えると、戦闘で破壊されたモンスターは墓地を送らず持ち主のデッキに戻る。あ、なるほどな。へえ。でも使うのかなこれ。ぶっちゃけなんかビジャムとかいないとあれやし、これが使われるかどうかは今後のカードプールの増え方次第って感じやけど。レッドアイズ融合、自分のライフが2400以下の場合に、いやこれ2400っていうのがおしゃれやね、これなんか好きやわ。自分の手札のレッドアイズカード1枚または墓地のレッドアイズを1枚デッキに戻して、デッキからレッドアイズ、あ、これ結構いいんちゃう、これレッドアイズ強化じゃん、いいやん。2400以下っていう制限は結構あれそう、きつそうやけど、まあそれでも、なんだったらこれ2400以下なかったとしても俺は良かったと思うわ。だからそれぐらい結構いいあれやなーって、スキルやなーと思ったっすわ。なるほど。まあこのスキルの感じ見た感じ、え、何これ、そうや、全てを終わらせることができる手札を揃えるため下方修正します、リスタートすり替えもそうじゃん、なんなん闇のゲーム、このスキルだけで勝利できた場合、できたためスキルではできない下方修正、はいはい、パズルの封印、早いターンで相手の戦意を封じることができたため下方修正します今回ちょっとふざけてきたね。池お邪魔ども早いターンで攻略不動な状況を作り出せるため下方修正します。悪夢の章、スキルの実装と、まあそうだね、これはそうやね。なんかリスターすり替えあたりはちょっとまあもう使うメリット少なくなってきたかなと思うから、まあ消えていくんじゃないかなと思います。バンデットはまあそもそも使用率低かったから分かんないけど、そんな影響はあんまなさそうな気もする。闇のゲームもパズルの封印も池お邪魔ども も減るんちゃうかな。特に闇のゲームとかはちょっとしんどそうな気がします。悪夢の章はね、これはなんか唯一と言っていいかもしんないけど、あんま変わらないかもしんない、今使われてるスキルの中では。まあでもデメリット効果はあれだけど、デッキの中にまあ戻したいテーマとかもあるやろし、まあ悪夢の章は使われるんじゃないですかね多分。じゃあちょっと別のスキル見てみ、リミットレギュレーションの方見てみますか。リミットレギュレーション、え、禁止、やばい、禁止が増えた、すげえすげえすげえ、マジか。隣の芝刈り、この一枚で勝利を確信できるほどに有利な状況を作り出せるため禁止します芝刈りね、もうついに消えたか。まあパワー高すぎたもんね。さすがになんか実装当初と比べてインフレもしたから、まあちょっとね、今回特に芝刈り知らないが1位になったってこともあって、まあまあまあ当然なんかなと思うわ。うん、これはしょうがないと思う。まあ今後ちょっとパワーがこっから高いカードとかがまた新たに出てきた時に、やっぱ芝があったらそのパワーが意味わかんないことになるからさ、まあそういう意味ではうん、禁止でもいいとは思う。でデビルフランケンね、やっとかって、これはまあ嫌われ枠って感じするね。1ターン目から一方的な展開を持ち込めるため禁止としますと、うん、まあお前はむしろなんでリミット1だったっていう、早く禁止だっただろうっていうふうに俺は思っちゃってるタイプやったからいいと思うこれ、ね、めんどくさいんだよ、イベントの時とかに湧いてくるのかな、ちょっとめんどくさいんだよな。特に対人イベントの時とか結構多かったからさ、負けてもポイントもらえるしみたいな。リミット1、エスターブラストもう速攻やん、これカイトロイドの系やな。ライフポイントを払うことで様々なスキルの使用が容易になりすぎたため制限します。まあぶっちゃけなんかと実装当初よりかはそんなになんか使われてはなかったけど、でもこのなんかレギュレーションの感じ見たら、まあどうせブラマジにかからんと思うし、俺はね、わかんない、まだ見てないからわかんないけど、ってなったらさ、スターブラストのブラマジとかが結構増えるっていう可能性もあったから、まあなんかその辺とかも加味して、パズルの封印と一緒に規制も入ったのかなと思うっすわ。まあでもなんか悪さスキル、まあそうだね、うん、バンデットとかも使えるし、うん、いいと思うっすわ。これはちょっとびっくりしたのが、あのパック唯一の当たり UR カードはハリムシの巣窟が規制されちゃったこと。
使用するデッキによっては5枚ドローと同等以上の効果を発揮するため、同等以上かな、まあまあまあ制限しますと。ハリムシか、俺結構ハリムシ好きやったから、まあ、ハリムシ芝好きなタイプだったからちょっと残念だけど、まあ墓地肥やししづらくなったんだったらパワーは落ちるっていうか、まあゆっくりになるんちゃうかな、ちょっとデュエルは。リバイバルギフト、相手フィールドにトークンの特殊召喚することでモンスターの展開を妨害する運用を抑えるため制限しますと。まあこれもなんか2回前の KC ぐらいで流行ったようなカードだと思うんだけど、まあエクシーズ来るっていうところも含めて、まあちょっと制限がかかったのかな。エクシーズ妨害しやすいやつは結構かかってきたのかなっていう気がするわ。え、リミットに黄金筆、光の援軍との併用、待って、うわ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 、待って俺これ好きやったのに、援軍リミに、ちょっとなんか見たくないカード見えたからちょっとこう、え、援軍リミになんか、あーマジか、あ、まあまあまあ黄金筆と援軍が同じリミット3とかは全然 OK だと思ってたんだけど、援軍リミットについに来ましたか。あの言うて最近出たパック、まあ1年経ってないパックの SR だったけど、やっぱ援軍は強かった。でも実装する前に分かったと思うんだけどな、これは。なるほどな、うん、あ、まあ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 、ライロちょっと使えないくなるかもなこれは。ライロかわいそうだな、他のデッキはあれだけどライロはかわいそうだな、シンプルに。うん、純正ライロ好きやった人とかもおるやろして、まあかわいそうだけどしょうがないのかな。まあでもライロギミックのデッキってさ、それだけでパワー高かったじゃないですか。まあ打天使もそうだし、まあ、ウィッチクラフトもそうだし、まあここ今取り上げてないやつだったとしてもそうだし、まあなんて言うんだろうな、お手軽にデッキパワーを上げることができる、墓地肥やしできるっていうところだったんだけど、なんかハリムシとか芝とかの規制とかも全部いろいろ加味していくと、まあ、ちょっと墓地肥やし20枚デッキで、ガンガンするのはちょっとやりすぎだなって運営もしかしたら思ったのかもね。で、まあ、墓地肥やしするイコール狡猾とか局所とかと同じレベルだぜっていう風な、うん、規制になったのかなとは思います。まあ今後はそのライロギミックを混ぜた方がいいのか、新パックが出た時にそれとも局所とか狡猾入れた方がいいのかっていう風なさじ加減になりそうな気はしますね。で黄金筆はまあなんて言うんだろうな、使われることは結構減りそう、援軍の方が強いもんって俺は思っちゃうけどな。で来ましたよ、からくり小町ニニシ。まあからくりなんかしらかかるとは思ってたけど、ニニシか、全然いけるわ、全然いけるけど、リスタートがなくなった方が全然いけないわ。あれ結構リスターありきだったような気もするから、うわニニシかかっちゃったか、リミット。まあニニシはイナシシが3だったら動けるんだけど、リスタートだがなくなったらどうしようって気はする。まあそれこそデッキ枚数ちょっと多くしてバランスとかにするとかになるのかな、多分だけど、トラップカードを合計7枚入れて、で7枚6枚でいいのか、トラップ6枚入れて、でイナシチ3のニニシ2のクナムザン2で、多分クナムザン2とかじゃないときついと思うんだよね。で、あと、あいつ、2、3、1とか入れといたら、無難かな？で、魔法カードがクラさんの、粉のとかっていう風になるのかな？それだったら、割かしいけそうな気がせんでもないけどね、からくり、まだまだ。まあ、ちょっとこれは煮詰めてみたいなーっていう気がします。次、竜魔道の守護者。マジ？これ、ネオスと併用無理ってことは、もうネオス以外の、融合とかのサポートとして使ってくださいって感じか。まあそうか、まあネオスはちょっと許されなくなってきたのか。もうだってネオスフュージョンリミニだったらネオスギミックのデッキってちょっと厳しいよね。特に光の援軍とかと勝ち合うんでしょ、狡猾とかと。ちょっときつくなってきたんじゃないかな。まあ竜魔道の守護者がお役御免と。ブラックバードクローズ、手札からの奇襲が可能なカウンタートラップで対処することが非常に難しいため制限しますと。まあ、BF は、ブラックバードクローズが入ってなくても、俺は強いと思うんですよ。言うてね。だから、これで環境から落ちるんかって言ったら、全然いけると思う。全然大丈夫だと思うよ。うん。
だってレベル加工 BF とかもともとブラックバードクローズ入ってなかったし、だから BF は環境には残ると思います。はい、そう思います。サボタージュリミニで援軍との、いやこれね、サボタージュがまだリミッサンとかだったら、まあ援軍リミッサンからリミニに移動してきたのにサボタージュリミッサンとか意味わかんないか。サボタージュと援軍系を無理ってなったらもうちょっといよいよきついで、いよいよきついけど、どうすんだろうね。キュイマジシャンガールとかと組み合わせなんとかすんのかな。うわ、パワー落ちたな、パワー落ちた、パワー落ちたけど、それでもなんかまだウィッチクラフト戦えそうな気がするのが怖いわ。怖いけど、苦手テーマに対してはもういよいよ無理になってきたって感じはする。得意テーマに対してバチコーンってはめることはできると思うから、まあ使う価値はあるとは思うんだけど、まあまあなんかもうティア1ではないかなって感じする。もうめっちゃ規制がかかった時の打天使みたいな、そんな匂いがするな。まあ援軍、援軍も芝も無理でしょ。そうなったらどうなんだろう、サボタージュ1枚の援軍1とか。いやそれはちゃうしな。まあまあちょっとこれは考えないといけないですね。どうなるか分かんないですね。あ、まあそれからライロ要素をめっちゃ多くしてソラエクさんの援軍1とかで、20枚とかに収めるとかでガツガツ回していくみたいな、ちょっと試してみたいな。なんかエアプだったら強そうだけど、でも実際回してみるとダメなんだろうなっていう匂いはしてるけど、まあまだちょっと分かんない。これはちょっと判断は早いと思う。だって今言ったタイプとかを回してみないといけないし、今までになかった組み合わせとかもあると思うから、別にウィッチクラフトはこれで死んだのかっていうとそうじゃないと思うから、早めに調整してみたいなっていう気はしてます。これ忙しいな。え、待って、リミットさんアレッサついにかかったやっぱ秋の大盤祭りでアレッサは行かれたな。これもうあれやん、エレメントセーバー召喚獣行かれたってことは、え、もうこれブラックボードクローズなかったとしても、え、 BF いけるで。だってエレメントがないあの召喚獣デッキには BF いけたもん。え、いける、これ。戦える、戦える。ブラックフェイザーはむしろなんだったら強い。あ、まあ ブラマジも強いと思うし、え、これはなんか、うん、そうなんだ。アレッサお疲れ今まで。でもリミット3でしょ、まだまだいけるじゃん、これやったら。なんかのデッキに混ぜれるやん。だってさあ、今のさあリミットレギュレーションのさあ、後でちょっと見てみよう、リミットレギュレーションのリミさんの枠いけると思うけど、まあエレメントセーバー召喚時はお役ごめんって感じだね。でリミット解除てか、むしろこれでよく許されたの、リミット2とかに入ると思ってたわ、なんだったら。雷電流サンダードラゴン、光の援軍の強化、制限に伴い制限解除しますと。これサンドラいけんじゃないか。だって援軍ブーストは確かにあったけど、援軍がなく、え、いけるでしょこれ。え、待って待って、え、だって黄金筆、あ、黄金筆は援軍リミニか。でもまあサンドラはわりかしいけるようにはなったような気もする。うん、雷電流2枚入れれるのはでかい、事故率が下がる。相手ターンに雷電流使って雷鳥流みたいなのできるから事故率下がるから、まあこれは結構いいんじゃないかなと思います。マロはおかえりって感じ。ちょっとリミさん見てみたいな。アレイスターは多分まだまだいけると思うんだよね。ほっ、まあこの辺からリミットのやつ 見れるよね確か。で木は変わり、 ありがとう。リミットレギュレーション3のカード、あ、小ずさいダメなぐらい。え、全然いけんな、全然いけたわ。アレイスターバチバチいける、めっちゃ大丈夫。むしろなんかあのリミットさんって飾りじゃね、小ずさいと一緒に入れれなくなるよぐらいな気しかしないな。アレッサいけるわ、全然いけました。まあそんな感じです。どうでしょう皆さん、リミットレギュレーションについて皆さんどう、感じましたでしょうか。まあ個人的にはあの新ワールド来ることに伴いまして、まあ一気にちょっと現環境のデッキに対してテコ入れをしてきたのかなと思います。まあここから新しいシーズンが幕開けっていう風な、そんなワクワクを感じるような僕はリミットレギュレーションではありました。まあなんかそういうね、意見とかそういうのあればコメントとか、どしどし書いてくれると嬉しいかなとは思います。まあどのデッキがね強くなってくるんでしょうかね。では今回の動画は以上になります。ご覧いただきましてありがとうございました。ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。